ごご迷惑と心心配ををおおおかかけししており心からお詫びを申し上げます非常に多くのユーザーの皆様からの信頼を裏切ることとなったこと非常に重く受けておっておりますこれからまず第一歩としてやるべきこととしてまず安心安全な2つの国内化と いうことを推し進めてまいりますえ一つは中国からの完全アクセス遮断業務終了でございますえ中国から日本ユーザーの個人情報へアクセスしている業務に関してはすでに遮断を進んでおります そして、一番皆様、使っていただいている LINE のコミュニケーションに関連する機能やサービスに関わる機能開発、保守などの業務については、中国での業務を既に終了をしております。でもう一つ、トークデータの国内完全移転です。LINE の上のトークの中のテキストメッセージは、暗号化されて日本に保管されていますけれども、 今まで韓国のデータセンターに保管されていた画像等のデータこちらを2021年の6月まで日本に移転をいたします。